かもちん、さほわかチャンネル2日目、今日はさほちゃんのチャレンコ乗りに行きます。私は声がガサガサになりました。さほわか、あれ、さほわかチャンネルです。今日はママはいません。今ママのパパジージの忘れ物を取りに行ってます。さほちゃんは今早めすぎる夜ご飯中です。今日はあんまりお昼ご飯を食べなかったから今ご飯です。今は食べてます。味噌ドーナツの塩サバ食べてます。で、こちらの頭につけてるのがピクミンです。え、ピクミンのヘアピンをつけてます。でもいっぱいピクミンが取れました。じゃあ大量です。全部で数えてみます。多すぎます。本当はこのヘアピンだけが欲しかったんだけど全然落ちなくて、はい、私が4000円かな、私4000円ぐらい使って、そこママは3000円か4000円ぐらい、合計8000円使いました。やー、昨日はディズニーのどこが一番楽しかったですか？ C ね。あ、C だ。C で、一番、なんだっけ、あの、空が好きだったやつ。空の冒険行くやつ。あ、アラジンのやつ？ジャスミンのやつ？あ、ソワリンだ。うん。タクちゃんの希望で、あの、2段目に乗ったんだよね。地上10メートル。の高さのやつに乗ったんですよね。来たね。あっちゃん怖かった？ソマリン。楽しかった？気持ち悪い。じゃあ引き続きご飯を食べていきます。バイバイ。なんでバイバイ？え？バイバイ。バカなの？うん、サピの食べるとこ見てて。いただきます。座ってくれない？なんで？ちゃんのおっぱい見ないで。くだらないこと言うな。モザイク。モザイク、モザイク。自分でモザイク。みなさんこんにちは。さほわかチャンネルのさほとわかです。イエーイ、今日は絵を描いていきたいと思います。じゃーん、100円で買った布のやつで、はい、油性絵の具とか水性絵の具とかクレヨンとか色鉛筆とかいろんなやつで、また床を張って色写真映ってるから、いろいろ描いていきます。イエーイ。このクレヨンで今日描いていこうと思って、絵の具禁止ということでこのクレヨンとグリッターペンみたいなのを買いました。はい、何を描くかというと TikTok の柴崎さんが結構好きでファンなのでそれを真似して描いていきたいと思います。理想は少女の絵を描きたいんですけど描けるか不安です。さほちゃんはどういうのがいいですか？絵の目標は君の絵もいいらしいです。その人のクレヨン汚すぎる。30年前に使ったってよ、買ったやつってよ。汚っ、ひどい。なんで汚いの？はっちゃんの絵の具もクレヨンも30年使ったらああいうのあるよ。なるほどね。ひどい。さほちゃんは今日はちょっと感情の緩急があります。じゃあ何描く？何描こうか迷っててずっとこれけど、好きなの描いたらいいんだよね、好きな絵。ピンクでまずハートを描いていきます。はい。うんちゃんはまず、あ、先生、黒い点ができました。柴崎先生、助けてください。女の子の絵を描いていくっぽいんだけど、これ描けるかな、うんちゃんに。え、これでさ、こういう系？え、違うんじゃない？これなんか蓋がある？もしかして。あ、あるんじゃない？蓋。どうやって取るの？けど、うん、これを閉める。ティッシュ、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 ティッシュ。やだ、なんでよこれ、本当に意地悪。はい、ありがとう。どう？かわいい。これ乾くかな、マジで。
ちょっと不安だよね。お兄ちゃんが知ってる黒なんかお兄ちゃんブスになってる。そうだよね。ハートどっか書けば、お兄ちゃんハートどっか書けばデブになっちゃいました。うんちゃんがジャイコ見て絵は綺麗よ。待って、え、うんちゃんがブスになった。ひどい先生、これ私ゴールが見えないんですけど。黒も使ってない。使ってるよね。うん、え、何え、今まで何やってたの。絵描いて、それで飾り付けとかじゃなくて、それ一本でいけ。いや、これの下に描くんだよ。そうなんだ。なんで、なんでわかんない。人描いていこうと思います。こんなんで私いけてんのこれ、本当に。次はママ。もう違うって、急に違いすぎるって。歯の絵の具借りる。絵の具じゃないや、クレヨン借りれば。クレヨン借りる。うん、さっきの学校のクレヨン借りる。うん、借りて。桜クレパスだけどいい。はい、借りて。いいよ。ありがとう。いいよ。ちょっと私は桜クレパスの学校のやつを取りに行ってきます。お願いします。はい、ありがとう。はい、今はキラペンで汚れを直しました。うわぁ、全然違う。ママといえば、なんかちょっとなんか紫っぽいんだよな、ママ。そうだったね。こういう感じ。紫っぽかったんだ、ママ。こういう感じじゃない、ママ。ママ、顎腐ってんじゃん。下に染みてるわ。え、マジ。キラキラ、ほら。本当だ、染みてる。どう、かわいい。結構うまいっしょ。うまい、結構。こういうのうまいね。そうなんや。うまいね、そうなんや。引っ張られてしまった。今朝関西弁に。ちょっとなじませて、うん、こうやってね。先生を狙おう、ちゃん。空から上手、うんちゃん。かっちゃんでマジ才能あるよね、いろいろ。ママにケチャップつけていい？いいよ、つけちゃおう。ねえママ、ママにケチャップつけていい？いいよ。いいんだ。できたので見せます。お願いします。私はこういう感じです。うんちゃんはこんな感じです。いくらやっても失敗しちゃったので、ちょっと今日はもうやめます。はい、こんな感じでアートは終わりました。はい、なので次はビーズアートをやるので、一旦。違う。さっちゃん聞いて。別でやります。先に聞いて。これさ、1時間とかさ、一気に動画できないから、一回これ終わらせて、また撮影し始めて、第2弾みたいな感じしようよ。次は、第2弾でこれをやっていきます。はい、じゃあ、今日も見てくれて、ありがとうございました。次のもチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。せーの。チュッ。かわいくてごめん。生まれてきちゃってごめん。チュッ。暖かくてごめん。気になっちゃうよね。ごめん。バイバイ。